ち、荷物は全部運んだよ。お疲れ。少し休んだら、さ、二人は北側の家屋を修理してくれ。あんたたちは西側の道路を頼む。了解。なら、まずは箱を持ってこう。手を貸そうか？結構重いだろう。まあ待て、心配無用だ。この筋肉は飾りじゃないからな。ならいいけど、明日全身よく見てろ、目ん玉飛び出させてやっからよ。どっこいしょっと。かっくっ、腰が。初心者は痛い思いをしながら成長してくもんだ。そいつを休ませてやってくれ。怪我を増やさないためにも数日は安静にしておけ。面目ない。労働と運動は別物だ。そのうち違いがわかるさ。イアンさん、旅人にパイモン、ここで会えるなんてオイラたちもびっくりだぞ。ああ、北条の国の被害は大したことなかったから、復旧作業もあらかた片付いてな。それと来る途中、ちょうどうちの部族のキャラバンに会ったから連れてきた。あれ、言ってなかったか？プロのトレーナーなんだよ、私。教え子たちの食事やトレーニングの指導を主にしてる。ま、その話は置いといて、私たちが家屋の集いに着いた時、これから時間あるか？見ての通り、さっきのアクシデントで手が足りないんだ。じゃあオイラたちも一緒に行くぞ。助かる。じゃ、早速向かおう。族長、来たぞ。おお、イアンさん、そちらは旅人とパイモンだね。早速本題に入ろう。後ろにいるのは火翼の集いの戦士たちだよな。寒い、どんどん沈んでいく。それにこの辺りを何かが泳いでるみたいだ。どういうことだ、横になってるのに。アビス、アビスが来るわ。この目は手のひらに、手は胃の中に、胃の中には無数の歯が生えている。あなたたちを食べ尽くしたら。何言ってんだよ。そいつらいつ入ってきたんだ。はあ、見ての通り、みんなひどく精神をやられている。あの対戦の後、彼らは行方不明になっていたんだ。先日やっと見つけたと思ったら、彼らを見つけた時、アビスの気流に侵食された地に倒れていた。以前、名園の主の族長から聞いた話によれば、強いアビスの力に突然触れると、グーシートースがあまりに強大だったこともあり、過去に例を見ないほどの規模で、グーシートース？少し前まで空にとどまっていたあのアビスの魔物のことだ。あの黒くてでっかい球体のことか？ああ、あれによる脅威はなくなったが、戦士たちに残された傷はまだ癒えていない。ここ数日文献を一通り調べたが、これといった解決策は見つからなくてね。数百年前には特効薬を作れる人もいたらしいが。あ、そういえばお前はアビスを浄化できたよな。そんな。いや、ありがとう。どうやらアビスの力を完全に取り除いても、精神的なダメージはそう簡単に言えないようだ。じゃあどうすればいい？この先ずっと治らないのか？姉ちゃん、しっかりしてよ。僕を一人にしないで。どうにかならないのか？グーシートースに勝って
戦士たちも生きてるっていうのに。もちろんこのまま見てるつもりはないぞ。何か方法が？一つずつ解決してこう。まず戦士たちをここから出してやるんだ。こいつらにとって居心地のいい場所に行ってもらう。でも本当に大丈夫だろうか。不安があるのもわかる。でも現状他にいい案もないだろう。ほらぼーっとしてないで道を開けてこいつらを自由にしてやるんだ。じゃあ私たちもそろそろ出発するぞ。あんま楽観視できる状況じゃないけどきっと治る。これまでだって何度も困難を乗り越えてきたんだし。さてと、さっき寒いって言ってた人がいただろ。覚えてるか？地面の上で溺れるなんて普通はないことだし、まずはそいつに会ってみよう。いたいた。私の声は聞こえるか？暗い、寒い、帰りたい。わかった、すぐ連れて帰るから少し待ってろ。北条の国から持ってきた支援物資の中に薪があったはず。なんでだ？暗くて濡れてて寒い時は火を囲むのが一番だろ。体が温まればこいつの見てる世界にも変化が起きるかもしれない。光？あれ、水の中になんで光が？あ、本当に反応があったぞ。誰かいるのか？助けてくれ。いや、近づくな。ここは水が深い。来るのは無理だ。心配すんな。流線の州の友達を連れてきてる。こいつらの泳ぎはあんたもよく知ってるだろ。俺のことは構うな。早くデュアルテ。ダメだ、またさっきの状態に戻ったぞ。焚き火だけじゃ足りないみたいだな。さっきもデュアルテって名前を呼んでたし、何かいいヒントになるかもしれない。よっ、へっ。あいつは少し良くなったか？いろいろ試してるところだ。一つ聞きたいんだけど、ドゥアルテって名前を聞いたことあるか？ドゥアルテ？ああ、知ってるよ。アトコと一緒に育った竜の名前だ。アトコは小さい頃溺れたことがあってな、水中深くまで潜ってアトコの背中を押しながら陸地に戻ったんだ、気を失うまでな。そうなのか。じゃあもしその子を連れてけば。いや、残念だけどあの子はもういない。4年前のアビスの襲撃で負傷した戦士を乗せて前線から撤退する途中、これといった特徴はなかったかな。少し小柄なところを覗けば。待った、もしかして。その顔、何か思いついたみたいだな。じゃあ行動開始だ。いろいろ教えてくれてありがとな。気にしないでくれ、頼んだよ。
はどうだ？デュアルテ。なんでここに？うまくいったな。し、次はどうする？おい、もっと優しく。デュアルテ、離れろ。水中に何かいるみたいだ。時もこんな風に俺を水から押し上げてくれたよな。10年以上経ってまたお前に助けられるとは。上に戻ったらちゃんと礼をしないと。もうすぐ水面だ。集落じゃお前が死んだっていう人もいるが、いや、俺は。まずい、疑い始めてるぞ。ドゥアルテ。いや、お前はドゥアルテじゃない。あれ、なんで俺こんなところにいるんだ。お前たちは。アトコ。イスカリ、一体どうなってる。確かアビスと戦ってた時に溺れて。そうか、そんなことに。迷惑をかけてすまなかった。あんたのせいじゃないさ。私が言うのも違うかもしれないけど。ああ、お気遣いありがとう。じゃあゆっくり休んどけ。彼のことは頼んだぞ。どうやらみんなを元に戻す鍵は心の奥底で大切にしてるものにあるみたいだな。彼らにとってそれは最後の種火なんだろう。今回の経験を生かせば次はもっとスムーズにいくはずだ。さあ、肩の力を抜いて頑張ってこう。は倒した。怖がる必要なんてない。違う、あれは必ずまた戻ってくるわ。みんな食べられてしまうんだわ。でも気のせいかな。さっきのやつよりもこっちの方が重症っぽいぞ。一応会話はできてるけど内容はめちゃくちゃだし。怯えてる。アビスとの戦いで生まれた恐怖か、それともアトコみたいに心の奥底にあった恐怖がさっきと同じように彼女の過去のことをこの辺りで聞いてみよう。いやんさ、アトコが元に戻ったそうだな。さすがだよ。もし人手が必要なら何。ムトタ族長、ちょうどよかった。コチッタについてちょっと聞きたいことがあるんだ。なるほど、君たちの考えは一理ある。コチッタは自分の過去が話されることを嫌っていたが、状況が状況だ。イアンサ、戦士になるために生まれてきた人がこの世にはいると思うか。いるだろうな。教え子の指導をしてる時、このスポーツをするために生まれてきた人だって。じゃあ生まれながらにして戦士に向いていない人はいると。どういう意味だ。コチッタは子供の頃アビスとの戦いで両親を亡くした。当時コチッタはまだ11か12、弟はやっと物心がつくかつかないかの年頃だった。それからコチッタは訓練に励んだが、アビスの魔物と戦うことを踏み切れずにいた。あれ、でもコチッタは戦場に行ったんだよな。ああ、彼女が変わったのは数年前。あの日と似たような夜、
アビスが部族を襲った時のことだよ。他の戦士が駆けつけた時、コチッタは震える手で武器を握りしめ、もう目の前の魔物は倒れているのに、それには見向きもせず、ただこう繰り返していたそうだ。その日から彼女はまるで別人のようにアビスと絶えず戦い、頼もしい戦士へと成長していった。トラウマを克服したとみんな喜んでいたが、今思い返せば、アビスへの恐怖に打ち勝てなければ、また家族を失う苦痛を味わうことになる。家族を失う恐怖がアビスの恐怖を上回り、彼女を強くしたように見せた。何かいい方法はないのか。こりゃ難題だな。何かしらのきっかけがないと。クアリクアリ、なんで武器なんか持ってるの。姉ちゃんを傷つけた魔物はどこ。絶対に許さない。今度こそ僕が姉ちゃんを守ってやる。落ち着くんだクアリ、魔物はもう。何があっても姉ちゃんを守るんだ。これ以上姉ちゃんが悲しむのは見たくない。家族。ムトタ族長、待った。コチッタが反応したぞ。クアリーが戦場に行けばアビスに食べられちゃう。いや、絶対にダメ。すぐ止めないと。でも私には無理。アビスに勝てる人なんていないもの。お父さんとお母さんですら。私はただの臆病者よ。戦士なんかじゃない。姉ちゃん、もう一度試す。なるほど。戦う意志は取り戻したけど、心に根付いたアビスへの恐怖が邪魔してくるってことは、もう一度自分の手でアビスの魔物を倒せば、アビスなんてそこまで強くないってことに気づくはずだ。私たちがいれば怪我をしないよう見守ってやれるし、試す価値はあると思う。北の山に行けばまだいるかもしれない。アビ大半の脅威は片付いたが、きっと取り逃がした魔物もいるだろう。よし、早速行ってみよう。こっち。もう逃げ道はないわ。たとえアビスの魔物に飲み込まれようとも。僕も一緒に行かせて。姉ちゃん一人で恐怖と向き合わせるなんてこと。わかった。見つけた。こいつらにしよう。大丈夫か、こちった。無理するなよ。安心させるために、まずは私たちで魔物をボコボコにするか。見つけた。あの夜の魔物たちだわ。子供の頃、お父さんとお母さんは何でもできる人だと思ってた。でも炎の光が闇を切り裂いたあの夜、二人は目の前で倒れた。今も鮮明に覚えてる。木が早く逃げてと言ってくれた二人の目には恐怖が浮かんでた。あの日から逃げるという言葉がずっと私につきまとってる。でもあの時お父さんとお母さんはどうして逃げなかったんだろう。頑張れ姉ちゃん。後ろに家族がいたから。だから何があっても引くわけにはいかなかったのよ。一本触れさせない。天才、出番だ。中風、幸運のキス。高度さばきを受けてこい。武器を捨てろ。それ。最後の警告。大丈夫。できるわ。やらないと。引きなさい。逃げ道はあり。よ。武器を捨てろ。これは必要な武力だ。
のかしら。ああ、さっきは見事な一撃だったぞ。え、私が？でも相手は山みたいに巨大なのよ。あれ、私何言ってるんだろう。アビスの魔物ってそこまで恐ろしかったかしら。あ、正気に戻ったみたいだぞ姉ちゃん。さっきまで一体。みっともない姿を見せちゃってごめんなさい。私ね、恐怖や迷いを知らない戦士たちがずっと羨ましかったの。無理をしすぎるのは逆効果だぞ。休まずにトレーニングしたら体が壊れるのと同じでな。それにこれからは一人で背負う必要もない。姉ちゃんだって魔物が怖いのに、それでもずっと守ってくれた。だから僕、もっともっと強くなって姉ちゃんの力になりたい。そう？じゃ早く大きくならないとね。ありがとう。あなたたちのおかげで自分を取り戻すことができたわ。ただ力が抜けちゃって歩いて帰るのはちょっと無理そう。僕が姉ちゃんのそばにいるよ。ああ、周りを観察したところ他に危険はなさそうだった。ゆっくり休んでくれ。日は沈んだらまた昇る。アトコが元に戻ったってよ。え、本当？ああ、旅人とイアンセのおかげでな。なるほど。どうしてエンジン様と最終決戦に向かうのが旅人なのか。あの旅人の噂って本当だったのね。コチッタも元に戻ったってよ。クイク、ちょっと手を貸してくれ。いや、そうか。二人目も無事元に戻すことができたな。さすがは国をまたいで活躍する旅人。それにあんたは周りの人に希望をもたらしてくれる。そうだな。地球に吊られた台の上からおかしくなっちゃった戦士たちをいっぱい見たときはお前のおかげで落ち着いて解決策を見つけることができたんだ。ありがたく受け取っとくぞ。何事も最初の一歩は難しいってよく言うけど、その一歩が難しいのは複雑に考えすぎてなかなか足を踏み出せないってだけなんだ。無理に決まってるとか、やっぱやめとこうとか、よく耳にするだろ。へー、そうなのか。だろ。例えばパイモンがさ、ダイエットのために肉を断ってグリーンスムージーだけをたくさん飲めって言われたら、お肉が食べられない上に苦いグリーンスムージーを1日3食何ヶ月も飲まなきゃいけないのか。でも最初のうちはブレイズミートシチューの肉を2切れ減らして。お肉を2切れ減らすだけならオイラにもできそうな気がするぞ。継続は力なりって言うだろ。知ってるか？私の古名には力って意味があるんだ。私はみんなが期待するような体格にはなれなかった。最初は私も戸惑ったよ。でも力の本質は問題を解決することにあるって気づいたんだ。だから壁にぶつかったら問題をいくつかのステップに分けるようにしてるんだ。な、ちょっとした経験則さ。なるほどな。よし、明日からグリーンスムージーを飲んで。イアンサってすごいな。一緒にいるとなんだかオイラにもできそうって。大げさだって。あんたたちに絶望を乗り越える力が備わってるからだと思うぞ。私も見習わないと。大変だイアンサ、おことらの様子が変なんだ。落ち着け、すぐ行く。雑談している場合じゃなさそうだ。急いで向かおう。
おことらしっかりしろ。どうしたんだよ。気をしっかり持つんじゃ。どこもかしこもアビスの魔物で溢れてやがる。集落の隅々まで奴らで埋め尽くされるとはな。負けたのか。いや、今さらそんなこと考えても仕方ねえ。気をつけろ、完全に我を失ってる。おことら、下がれ。話しかけても聞く耳を持ってくれないようだ。とりあえず抑えるぞ。手を貸してくれ。さばきの雷槌。まさかオイラたちをアビスの魔物だと思ってるのか。おい、落ち着けって。オイラたちは敵じゃないぞ。今何を言ったって無駄だ。応戦するしかない。かかってきやがれ。武器を捨てろ。投降しろ。逃げ道はありません。はっ、バイスイジェーブ。アビスめ、集落から出てけ。サイチン、裁きの雷。最後の警告だ。やっ、武器を捨てろ。これは必要な武力だ。見切りました。おやじ、おふくろ、エンジン様。やめろ、おことらん。このままじゃお前の体が持たん。アビスよ、魔物め、家族を返せ。おことらん、よく見ろ。お前の親父さんは目の前にいる。出てけ。絶対許さねえ。わしのことは構うな。頼む、おことらんを傷つけんでくれ。心配すんな、あたしたちが何とかする。とりあえず安心だし。オイラたちに向かってアビスの魔物って言ってたし。おことらん、強い闘争心に支配されてるみたいだ。でもアビス侵食症候群、500年経って再びそれを目にするとはな。この声は。同じ症状を見たことあるのか。許容限界をはるかに超えるアビスの力に触れた時、損傷にはいくつかステージがある。幻覚症状がそれほどひどくない場合はまだ外界の変化を感じ取れるためだが、完全な精神錯乱に陥った場合、幻覚から抜け出せず薬で解決するしかなくなる。制限剤？アビスの影響を取り除く精神薬だ。だが副作用も強い。不定期に訪れる頭痛に一生悩まされるなどな。彼は優秀な戦士だ。そう簡単に動揺せず俺を信じるなら、この薬を飲ませてやるといい。アビスめ、よくも襲いやがって。かかってこい。お前らが死ぬか俺が死ぬか。目を覚ましたぞ、急がないと。どうかおことらに薬を飲ませてくれぬか。命がけで守ってきた仲間や家族は消え、周りは敵ばかり。必死に戦ってきた戦士にとって、魔物、何があったんだ。
親父。さっきまで集落がアビスに襲われる夢を見てたような。ああ、もう大丈夫じゃ。悪夢から覚めたからの。さあ、うちに帰ろう。ゆっくり休むんだ。そうじゃ。まだ礼を言ってませんでしたな。する。いや、カピターノでいい。息子を助けてくれてありがとうございます、カピターノさん。わしは無奈。もしよければ、いつでもうちにやってくだされ。では、我々はこれで。おことらん。家までおぶってやるよ。旅人、また後でな。これで一安心だな。礼はいい。協力者としての責務を果たしたまでだ。それにこの土地の状況は人事とは思えないからな。あ、前にマービカのところでお前が言ってたこと覚えてるぞ。ああ、ナタの地も守りたいと思っている。500年前、兵を連れてきた時、俺もお前たちと同じように異教人だった。未熟なところはあるにせよ、彼らは立派な戦士だ。俺はカーンルイヤの栄光のために戦い、ナタの人々は自国のために戦っている。俺はナタ人と共に最後まで戦った。ナタを離れた後、名縁の主と共に戦った天柱騎士のことをナタの人々は未だに覚えているようだが、その名は俺の故郷の栄光を背負い。でもお前のせいじゃないだろ。慰めは不要だ。元の顔を失った今、制限剤もそのためか。へえ、お前が薬を作れるなんてな。制限剤は俺ではなく、グスレットが開発したものだ。当時も今と似たような状況が起きていたな。果てなく続くアビスとの戦いで、一日も早く治療薬を作るため、グスレットは自らの体で実験を行い、実にあいつらしい生き様だ。今に至ってもなお、この薬が人の役に立っていることを彼も喜ぶだろう。他人の生死など度外視し、仲間を見捨ててでも勝利を手に入れればそれでいいのです。どうか目標を成し遂げてください、長官。思ったより勘が鋭いようだな。だが伏せておいた方が都合のいいこともある。なんだよ、もったいぶって。お前たちとの信頼関係を壊すつもりはない。お前たちも見てきた通り、ナタは喫緊の危機を乗り越えたとはいえ、この地に根付く魂はまだ安寧を得られていない。そのために。そこまで言われたら。もし他にも疑問があれば答えよう。どんな質問でもいいのか。仮面をかぶった状態でどうやってご飯を食べるのか気になるけど。死の失声の力を使った以上、ナタは代償として死を払わなければならない。対戦を経てナタの最大の脅威が解消されそうになった今も、神の庭には花と雑草が生えているが、雑草は土の中の栄養を奪ってしまう。故に庭師は雑草に罰を与えることにした。俺は個人の物差しで善悪を判断したりしないが、彼女が俺と俺の同胞に苦痛を与えたのは紛れもない事実だ。お前たちには分かりにくいかもな。死の失声は死の形を自由に定義できるだけでなく、彼女が持つ力はそれ自体が一種のルールだ。だが
変えられぬ運命などないと信じている。最後を迎えるその瞬間まで。おーい旅人、パイモン。おっと悪い、邪魔しちゃったか。おことらんを送った後、辺りを見て回ってたら、かがり木の民の伝達師に会ってな。え、なんかあったのか。米作りが次のステップに入ったらしい。シロネンが聖章の旅折り、つまり前回あんたたちに渡した収集装置の進捗を私含めて何人かに声をかけてるみたいだ。米作りはお前にとって重要なことだろう。順調に行くことを願っている。本当に謎だよな、あの人。さ、聖火競技場に行こう。隊長のやつ、結局目的については明かさなかったな。そういえば、あいつのあの感じ、最近会った誰かと雰囲気が似てる気がするぞ。あ、わかった、ヤガミと似てるんだ。ヤガミもあいつもなんかすごく疲れてるって感じがするんだよな。寿命が長くて何百年も生きるのってやっぱりかなり。聖竜クフルアハオを待たせるとは大した度胸だぜ。俺さっさと土下座すんだな。じゃねえと。こいつのことは気にするな。ケイニチ、それにカチーナとムアラニも。ヤッホー、そろそろ私たちが恋しくなってたんじゃない。キャンディーとビスケットを持ってきたんだ。もちろん恋しかったぞ。ここは暑いし、これ以上待たされたら外を散歩でもしようと思ってたところよ。外も暑いけどな。正直こんな来てくれると思ってなかったよ。うちの予想じゃ声をかけたうちの3分の1が集まれば上々だったから、他の人があんたをどう見てどんな期待を寄せてるか。聖章の旅寄りはいつも持ち歩いてるっしょ。ふん、進捗は悪くないね。すまない、遅くなった。チャスカも来てくれたんだ。でも遅刻するなんて珍しいね。魔物を片付けていたらつい深追いしてしまってな。さっき集落に寄ったんだが、火翼の集いを手伝ってくれたと聞いた。私にはお礼なんかいいからな。あんたが手を貸してくれてなかったら、北条の国の被害はもっとひどかったはずだ。ほらほら、そういうのは後にして、みんな揃ったし始めるよ。やってもらうことは至ってシンプル。旅人と経験してきたことを聖章の旅折りの前で話してもらうだけ。その内容は記録されて古名の一部になる。うん、大丈夫。よし、じゃあまずは。ちょっとタンマ、さっきの話。忘れるところだった。旅人、パイッチ、終わるまで外してもらっていい？どれ？みんなが本当に思ってることを集めるには、ほら、あんたがここにいると恥ずかしくてもごもごしちゃう人もいるでしょ。確かに、おいらも金欠の時はうまいもんが食べたいってな。じゃあ聖章の旅折りをここに置いて外で待ってればいいんだな。うん、まあそう長くはかからないと思うから。シロネンの言ってたことはもっともだったけど、もうすぐコメができるのか。そうだな、オイラも聖章の旅折りに何だったら今がチャンスだよ。シロネン、もう終わったのか。とりあえずね。でもなんか足りない気がしてさ。ノタ人じゃなくてもいいのか。もちろん、
旅人の最高の仲間って言ったらパイチを置いて他にいないからね。ってことでごめん、ちょっとパイチ借りてくね。パイッチがいろいろ話してくれてさ、八神様が最後まで話を聞けるか心配しちゃったよ。だって国を6つも一緒に旅してきたんだぞ。とりあえず清少の旅寄りを返しとく。これからもナタを冒険するときは持ち歩いといて、その時になったら未だかつてない米を作ってあげる。